to lust for revenge? この辺お化け屋敷とかにありそうな雰囲気ですね。キララの友達はどんな子だったの？男の子と女の子2人いたよね。ユカは内気でキララと同じであんまり周りに馴染めない子だった。ケータは友達じゃない。 ケータは村長の息子で親の権力を振りかざして他の子たちを言いなりにさせてた。キララもユカも嫌だったけど遊びの誘いを断れなかった。なるほど。あれ、レナさん？どうしたの？ なんでもないけど。ああ、もしかして怖がってる？怖がってない。苦手なの？私の心トープにあった建物でもレナちゃん怖がってたような。へえ、そうなんだ。怖がってない。 宮内さんって何でもクールにこなすイメージだったけど、案外可愛いんですね。違う、ほら、もう行くよ。一人で大丈夫なの？早く来て。<笑>行きましょう、クノさん。 よいしょっと。はあ、ねえ、聞いた？久野さんの家の、ああ、娘さんの話でしょ。
でも本当なの？単なる噂なんじゃ。それが実際に未来を言い当てるところを見ちゃった子がいるって話なのよ。へえ、なんだかドラマみたいな話ね。でもそれって怖くないです？未来予知だなんて。村のお偉方は神の使いだって大喜びしてるみたいだけどね。この辺りはお年寄り多いし、そういう信仰も受け入れられやすいのかしらね。Thank you.
キララ。神の声が聞こえるというのは本当なのか？神かどうかはわからないけど。ざれ事だと思っていた。まさか本当だったとは。神の子だ。キララは神の子だったんだ。パパが間違ってた。ごめんな、キララ。大事にしまおう。ありがとうございます。まさか本当にクマが出没するなんて。キララさんのおかげで被害も出ずに済みました。ありがとう、キララさん。ありがとう。キララ、お前のおかげでパパも鼻が高いぞ。ほらキララ、次はどんな声が聞こえたかパパに教えてごらん。よいしょっと。そうだな。
何これ。私頑張ります。どうしようかな。失礼しましょう。大丈夫ですか。いつでもやれます。えい。畳みかけるよ。仕掛けます。完勝です。やりました。えい。私頑張ります。畳みかけるよ。いつでもやれます。大丈夫ですか。えい。やっ。やっ。いつでもやれます。皆さんも実感したでしょう。これは神の力です。我が娘クノキララは神が使わした救世主なのです。おお、キララさんのおかげで命を救われたって人もいるらしいぞ。本当なのか。ああ、クマの出現を予知したんだとか。未来が見えるのか。本当に神が使わした子なのかもしれんな。ありがとう。
何かに使えそう。
何これ、何これ、レナさん大丈夫？大丈夫だって、私のことは気にしなくていいから、本当に。ま、ならいいけど。どう、キララ？歩いてると記憶が流れ込んでくる不思議な感覚。久野さんは次の県知事選で立候補なさらないんですか？え？娘さんの力のおかげで有名な政治家さんも久野さんを贔屓にしてくださっているじゃないですか。いろいろ後ろ盾を得られると思いますよ。信託を授かった地域の者もきっと賛同してくれるはずです。もちろん狙うつもりですよ。ただ娘の力で支持を得ているなんて対立候補に言われるわけにはいきませんから、使いどころは慎重に。今のさっき言ってたパパ同士の会話かな。うん、どこかで聞いた会話だと思う。県知事選って久野さんのお父さんがってこと？パパは政治家だった。辺境の村だからそんなに大きな力はなかったけど。なるほど、だから村長と仲良しなんだね。でもなんか利用とか。うん、パパはキララにはとても優しかった。美味しいご飯も食べさせてくれた。パパもママも幸せそうだった。キララもそれでいいと思ってた。この時はまだ地位とか権力とかそういうことは何も分かっていなかったから。久野さん、この頃から生活が普通じゃなくなっていって、キララはそれを他人事みたいに思ってた。神の使いなんて言われても実感がなくて。そりゃそうだよね。あの時のパパはなんだか取り憑かれたみたいに必死でちょっと怖かった。県知事選って言葉もそれと関係してるみたいでしたね。きっとたくさんの人から認められることはパパにとってすごく大事なことで、それにキララの存在はうってつけだったんだと思う。